おはよう。よ。何の夢見てた？寝言言ってた。いつもの歯ぎしりしてたから。外行ってたの？準備しろ。見せたいものが。何？いいから。来いよ。こっちだ。日が昇ってからにした方がいいんじゃないの？その方が暖かいし。ダメだ。待てない。何なのか教えてよ。どうしても見せたくって。そもそもなんで一人っきりで外にいたわけ？眠れなくてさ。あんたも？南に行けば行くほど平和って感じだよな。ねえ、このままメキシコまで行っちゃわない？考えたことはある。マニーの地元でしょ？ああ、でもあいつ絶対あることないこと言ってそう。そうだろうね。暗い中ここまで来たの？ああ。ほら来いよ。こんなことしてたら今日の移動でバテちゃうよ。すぐ着くからさ。メルは平気なの？ここ最近元気なさそうだけど。平気だよ。どうしたの？なんか変だよ。俺はいつもと同じ。メルと別れるとか？あ、まさか。ありえない。うわ、のろけは勘弁。やめて。ほっぶの。はいはい、あんたは身軽だね。知ってる。ちょっと嘘。大丈夫。高すぎ。ほら。やば。おい、こっち見ろ。アビ。下見るなって。オーウェン、戻る時もここ通るの？恐怖を克服するチャンスって思えばいいだろ。あんたのこと蹴り上げてやりたい気分。お前、凶暴すぎ。ここ到着。待ってよ、あれって町？ああ。誰かに話した？まずお前に見せたくて。武装した見張りが町から移動してた。あそこに他にも拠点があるし、電気も通ってる、銃もあるし、人も多い。どうにかする。そうか。奴がいるとしてどうする気だ？
例えば巡回してるやつから場所を聞き出してあいつをおびき出してみるとか。ああそうか、当然あっさり教えてくれるだろうな。任せればいい。冗談だよな。じゃあどうすんの。ねえ、なんか変だよ。メルに子供が。ああそっか。それだけじゃないんだ。じゃあお祝いだね。これを見たらみんな帰りたがるぞ。説得できるよ。でしょ。信じた私がバカだった。アビー、俺だってやりたいよ。でも死人は出せないな。やめて。ロッジで待ってる。メルが妊娠？うわ。生きてる？かなりたくさんいる。No!
場所確認しなきゃ。あるはず。
どこ？こっち。ついてくよ。より戻さないの？ジェシーと？まさか。長い付き合いでしょ。ジェシーはいい人だし、ご両親も好きだよ。これからもずっと仲良くしたいけど、マンネリ化しちゃってたし。なんで今までこういう話しなかったの？そうね、でも自分だってキャットの話したことないでしょ。だって話すことなんかないし。ひど。彼女のことあんまり好きじゃなさそうだったし。単に興味なかっただけ。あ、そう。彼女、アートの才能はあるんじゃない？そのタトゥーも結構気に入ってるよ。うわ、嬉しい。でもお似合いじゃなかった。なるほど。何？別に。キラリー繋いで。ねえ、いいもの見せてあげよっか。自分の顔って言いたいの？私の美貌にかなうものはないでしょ。はいはい。ほら、行くよ。こっちだよ。どう？この景色。悪くないね。このルートの特権。署名しないの？来て。誰とこのルート回ってたの？ジェシー？友人。へえ、友人とね。面白いやつだったよね。そうそう、あの人に配線の直し方とか教わったんだ。私もあんな73歳になりたいな。73まで生きられるならね。こっちだよ。
署名して。ここ何なの？ああ、電波塔だったみたい。ねえ、この水パイプ友人の？あ、私のくれたんだ。あれ、今持ってないの？ああ、持ってない。友人は切らせたことなかった。これでよしと。来て。この先の町が終点。ほら。